いわゆるフレイルヘッドスクイーズでしたね。完璧にね、よかったよかったよかった。で今回ね、ありえないと、あの前回バズカヤストもフレイルヘッドスクイーズも呼んでもらったんですよね。ね、っていうほどちょっと大人の事情で出れなくて、あいやいやすいませんみたいな感じで、仲が悪いからね。いやいやいや、それフレイルですか、フレイルが。それマイアミの話です。いやいやいや、仲悪くないから。俺この間リョウってサックスがいいんだけど、一昨日ぐらいになったの。まさかの連絡がねえって答えてた。連絡する。リョウはこんな希望にいるはずなんだけど、練習のメールも来ねえ。ライブの時間。いやいや、それは彼が日曜しか空いてないのを知ってるから。スタジオがどのとかね。でもさ、日曜にライブやってるよね。はい、ごめんなさい。いや、大好きだよ。だってずっと7年以上ずっとやってきたの。大好き。何やってんの。やめてんの。分かんない。でも一番悪いのここの OSD でしょ。分かれて、上と下で分かれちゃったみたいな状態で大丈夫ですかね。いや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 、ねえ、綺麗な歌歌ってましたけど。おい、ちゃんと届けよ。Yeah!